どうも、皆さん、明けましておめでとうございます。2019年ですね。こうして始まりまして、始まらせていただいておかげさまで、どうもありがとうございます。僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。今日はね、こちら温泉地からね、まあ、僕もやっぱりバカンスにいつもこう行っちゃうんで、こう、お正月休みくらいはね、まあいつも休みですけど、というかまあ、本当のバカンスは今月中旬ぐらいのですね、あるんですけど、うん、ちょっとね、一息。うん。いや、明けましておめでとうございます。こういうね、挨拶ぐらいしか言えないからさ、僕年賀状とかも全部廃止したし、あんまりお正月にさ、挨拶するのもあんまり得意じゃないからさ、うん、全然やってないんだよ。お正月の挨拶も。だからこれぐらいしとかないとみんな忘れちゃうかなと思って。年賀状もやってない。年賀状も一通も書いてない。もうこれ5年ぐらい前まですごく熱を入れて書いてたんだけど、なんかパッタリとね、年賀状、もうここで、今日ここまでで終わりにしますっていう自分の中で決めて、そうするとさ、やっぱいただく分に返信すらしなくなっちゃうから申し訳ない気持ちがすごい多いんだけど、うん、でも年賀状もね、書いてません。なので、こういうね、だけどこうライブ配信で、できるだけね、皆さんにね、おめでとうございます。僕、おめでとうのね、なんだろうね、自分ではあんまりやりたくないんだけど、まあ、一個ツイートしたぐらいなんだけど、やっぱりさ、この文化っていうのは別に悪くないなと思ってるの。結構好きっていうかさ、悪くないじゃんだって。だって毎年毎年のなんでおめでとうっていう、おめでとうの意味をよく考えてみたら何がおめでとうなんだって。君も僕も、今このね、2019年というね、スタートラインに立てたことがまず嬉しいわけじゃん。お互いに、僕たち、私たち、同じね、時代を生きる若者たちとして、もう若者じゃねえけど、まあ今のは普段塾の歌の歌詞なんだけど、偶然同じ時代に生まれた若者たちっていう歌の歌詞からいただいてますけど、うん。やっぱりその生きてる、この時期生きてて、こうみんな震いにかけられて、どん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 し、結局はサバイバルだし、寿命が尽きたら死んでいくわけだし、それはもう当たり前の自然界の摂理なわけでさ、それは当たり前なのに当たり前であってないんだけど、でもやっぱり、それでも2019年のね、立ち会えたと。だって自分が生まれた頃とか小学生の頃漠然としてさ、自分20歳まで生きれるのかなとかさ、40歳まで生きられるのかなとかさ、なんとなくぼんやりと漠然とした不安はあるじゃん。いろんなね、悲惨な事故とかを目の当たりにした時に、いや、いつか僕だってこういうふうに死ぬ可能性あるもんなと思ってさ、そしたらもうここまで来れただけでも、ほんと、おめでとうだし、それをこう立ち会って君もそこまで生きてたんじゃんって言っておめでとうだよね。な、おめでとうはガンガン言ってきたよ、本当に。うん。みんなこうやってね、脱落していく。まあ、こういう人生ゲームからさ、脱落していくわけでしょ？いや、切ねえよな。さっきコメントであったけどさ、サイパンでね、YouTuber の、なんか有名な YouTuber の人が亡くなったんだってさ。いや、こんな悲しい話は結構ないよな。だって22歳じゃん。あの人が亡くなるってことはさ、僕全然知らないの。ウームに所属してるなんか赤い髪の人なんだけど、全然知らなかったけど、ニュース見ただけでなんかすごいね、感情移入しちゃったもん。どうだった？最後どういう気持ちだったんだろうかとかすごい考えちゃったし、いや、ヤフーのトップとかにもなってたから、みんな知ってるニュースだと思うし、うーん、だって22歳で、そんな、自分が明日死ぬなんて絶対に思ってないわけよ。で、多分、まあ、ユーチューバーとしてそれなりに儲かってる人間だから、多分家族とか、まあ、わかんないけど、家族だか恋人だかと一緒に、サイパンでね、年を越そうぜって言って、楽しく、楽しもうと思って行った、その先で自分が命を落とすなんて思わないじゃん。僕だって今月の中旬、オーストラリア行くんだぜ。メルボルンで大儲けしてやろうと思って行くけどさ、そのさ、ポーカーで優勝して何千万手にしたっていうところでさ、バキューンって打たれて死んだ。そんなの想像もしないわけじゃん。いや、本当に思わないよ。で、しかも、やっぱりなんだかんだ言って若い命と年寄りの命だったら、絶対に若い命の方がさ、価値が高いわけですよ。それに加えて、チャンネル登録者数百何十万人いる。みんなからね、その人の才能を買われてる人なんでしょ、一応は。だから、まあ、そこいらのニートの命よりも絶対に価値が高い、その YouTuber の命が、一晩にして亡くなっちゃうっていうのは、本当大損害だからね。ほんと悲しいよ。もったいないっていう感じ、気持ちがすごい湧く。あ、なんだよ、なんか、なんとかなんなかったのか、なんかうまくこの、掛け違い起こってね、なんとか生きててほしいと思ったけども、ダメだね。
だってその人が普通にこういう事故に巻き込まれずに生きてたら、どれだけのものを生み出すのかっていう想像もつかないぐらいのものを生み出したはずなんだよ。普通にこんな事故さえなければさ。いや、悲しいしかないね。まあ、気をつけようったって気をつけられないよ、そんなもんは。まあ、同業者じゃん、一応は。僕、底辺で、向こうはトップかもしれんけど、一応は同業者だから、いや、なんだかなって、全く知らなかったのにさ、そのニュースを知った途端、ラストの更新の動画まで見ちゃったりして、この人がもうこの世にいないなんて本当かよと思ってさ、感情移入しまくっちゃったら、やばいよ、本当。いや、結構ね、海って怖いんだって。みんな海、本当侮らないでくれ。お世話になった編集部の人もさ、海で亡くなったんだよね。厳密に言うと、僕の友達の漫画家、同期の漫画家がめちゃくちゃお世話になった担当さんが亡くなっちゃったの。海の、シュノーケリングってやつ。なんか海には魔物が潜んでてさ、浅瀬で、あれ何なんだろうね。ってなって、お風呂も気をつけてみんな。海と同時に死亡例として、だ温泉だって危ない。だ今日僕温泉地にいるんだけど、温泉だって危ないんだぜ。温泉、お風呂、海、この辺水回りは本当に気をつけてくれ。だ温泉でも、ほんと笛、みんな笛ね、持って、いつでも一人で風呂に入るとき、自宅でも、まあ、家族が同居してる、ニートの人のことしか言えないけど、みんなお風呂入るとき、笛持って入れ。これはね、それか手の届くとこに笛ぶら下げといて。で、もうやばかったら、ピーって吹けば、こう、誰かには伝わるじゃん。やばいやばいっていうのが。そうじゃないと、本当に、家族が住んでたとしても、もうおじいちゃんが普通にお風呂の中で沈んでて死んでたとか、そういうパターンあるんだから。いや、笛じゃなくてもいい。引っ張ったらもう何か、一瞬でなんかできるような。なんかないとやばいんだって、本当なんだよ、これ。だから、海もそれと同じパターンで、例えば足がつったりして、もう沈んじゃったらもう、助けてって言えないんだから。何が起こったって。で、本当にそこで人が遊んでるのに自分は沈んでってもうどうしようもない状態になっちゃうの。ピーンって硬直しちゃったりとか、なんだか原因はわかんないよ。だから、本当、浅瀬でも安心だなんてことは絶対にないから、誰かと一緒にいるとか、温泉だってね、例えば、一番風呂だって言ってさ、例えば僕だったら明日5時半とかから風呂が開くとしたら、そこ行きたくなるじゃん。でも一人で行ったらもう死んだらアウトだからね、そこで。やっぱそこはね、気をつけてほしいね。もう、起きてしまったことはどうしようもないんだからさ、こっから先起きないように、こうやってその死を無駄にしないって意味でも、そうするしかないよ。なんでこんな新年早々ね、僕は暗い話をしなきゃいけないんだっていうのは、やっぱりこういう不幸が二度と起こらないの欲しいから、こうやってね、少しでも警鐘を鳴らすことで、とにかく水回りは油断したから油断大敵。どんな自宅の風呂場でも何でも浅瀬でも何でも死ぬから。こんな浅いところでもこう突っ伏したら終わりなんだから。暗い気持ちになっちゃうよね。新年早々。じゃあ僕の初夢のね、明るい初夢の話でも聞きます？初夢、皆さん見ました？これ間違ってほしくないんだけど、初夢っていうのは、1月1日寝て、あれ、いつ見た夢だっけ？ 1 月2日夢だっけ？ 1 月1日に寝て見た夢だっけ？これが初夢だよね。僕初夢今回ね、起きてすぐメモったね。なんでこんな夢見たんだろうなって自分でもよくわかんなかったから。これしかも、ちょうどニコ生の人たちが出てくる夢だなと思って、これ、ああ、いいじゃんと思って。生活リズムが不規則だから、なんとも言えないんだけど、1日終わって2日目に入って深夜、1時ぐらいに寝て、その時に見た夢なんだけど、これって初夢だよね。だって1日ずっと起きてて、姪っ子とかにね、お年玉をあげて帰ってきて、で、深夜に寝て、それ夢だから。これでいいの？一応初なんだけど、寝てみた初めての夢だから。他人の夢の話ことつまらん。僕もね、これ話しても絶対誰得だよっていう話なんだけど、いい夢は言ったらダメなんだ。いや、全然いい夢じゃなかった。だけど、具体的にディティールがよくわかんないから、これ見てるね、夢占い師の人いる？夢をね、夢専門の、これはどういうことを暗示してるのかって。そういう人がいたら、なんか教えてくれるかなと思ってね、コメント欄とかで。だから一応言っておくんだけど、じゃあ僕の初夢ね。なんでか知らないんだけど、片桐エリリカがいるでしょ？片桐エリリカ。僕全然いつも片桐エリリカのことなんて一切考えてないからね。こういうふうに言っちゃうとなんか僕がエリリカのことを好きでエリリカが夢に出てきちゃったとかじゃないから。ほんと偶然出てきた。もう出てこないでいいっていうか、そんなに好きじゃないんだって別に。すっかり忘れてたんだから。
なんでエリカが出てくるんだって言ったら、そのエリカがすごい熱烈なオファーで、その僕が男優デビューして、そのエリカのその相手になってね、もう絶対に僕じゃないとダメだってエリカ。これ気持ち悪いのが、これって僕の発想なんですよ。それめちゃくちゃ気持ち悪いよね。でもエリカがもうその AV 界に復帰するには、男優が僕じゃなきゃダメだってすごいダダこねて、一回話を聞きに行きましょうっていうので、なんかその、エビリカが今住んでるのは名古屋なんだって。名古屋だからっていう夢で、なんで名古屋だか知らんねえよ。でも名古屋っていうので、で、それで、まあちょっと、とりあえず話聞くだけでもいいからって言って話聞きに行くっていうところからもう始まってんの。もう舞台は名古屋なんだよ。で、ただ僕は、そのエビリカとそうやって一人で話聞くのが怖いからっていうので、なぜか、これもなんでかわかんない。何にも関係ないの。黒人っていうさ、確か僕の、ぼんやりした情報だと、黒人って名古屋あたりに住んでて、なんかその配信者界隈で、生麻雀とかで、黒人ってそういえばあの辺にいたなっていう勝手なそういう意識だと思うんで、黒人呼んで黒人運転もできるからっつうので、その事務所に話聞くのに 運転できるか知らんよ。で、黒人ちょっといいかいって、こんなこと普段だったら絶対言わないのに黒人に連れてってもらって、で、そのエリリカのなんかをどっか事務所みたいなところがピックアップして、で、三人で、なんかね、名古屋の、これもまた僕の夢ながらだよのクソなんだけど、名古屋と言ったらさ、なんかさ、サッカーチームない これ、グランパスとかなんかそういうのあるよね。サッカースタジアムの横、夜ね、三人で、こう、ブーって走ってんの。そしたら、フーリガンみたいなやつが、わーってこう、なんとかかんとかってこう、サッカーの応援してる、その、屋外スタジアムの横のね、イチョウ並木みたいな、わーって三人で走ってたの。うわ、すごいね、とこれなんだろうって言ったら、黒人が、これ名古屋グランパスなんとかの、今応援で熱いんだよとか言って、今一番いいところやってるから、つって、そのところは、これ何？夢占い的にこれ何なの？バーって言ったら、なんかエリカがその撮影で、どうしても必要なグッズがあるから、つって、東急ハンズみたいなのがあったの。で、東急ハンズで、ちょっと撮影、その AV の撮影に使うのにね、いや、僕全然そんな、絶対に嫌だって言ってんのに、もう撮影のことに話になっちゃってんの。で、その東急ハンズで 撮影に必要なグッズが、これあったら絶対いいってやつを買ってくるから、ちょっと待っててって言って、で、エリカが買いに行ったの。で、僕と黒人はそこで待ってるじゃん。で、その、すぐに帰ってくるわけよ。夢だからね。夢だからすぐに帰ってくるんだけど、その買ってきたグッズも、僕ね、起きた瞬間ね、全部メモったからね、このグッズって何なんだろうなと思って。こうやってなんか、僕その、グッズとかにも詳しくないから、なんかね、説明を受けて、あ、なるほどって、その夢の中ではエリカから説明を受けたの。で、すごい、あ、なるほどねって思ったんだけど、後々考えたら全然意味がわかんないんだけど、なんか、なんつうのかな。こういうペットボトルみたいな材質できた、天使の赤ちゃんがこう、二つこう、天使の赤ちゃんのペットボトルができてるので、なんか、液体みたいなのが、二箇所にこう、こっちとこっちに、違う液体が入ってるの。青いのと、なんか違うピンク色みたいなやつが。で、赤ちゃんの頭のところをギューッと押すと、この赤ちゃんのなんか受け皿みたいな、天使の受け皿みたいなのがあって、そこにその液体が混ざるようになってるの。で、これがあると、こうやって、エリカがなんかすごいプロっぽく、ここでほら液体混ざるでしょ？だからそうすると、すごいこれ便利なんだよ。あとはもう一つは、オセロみたいなの、オセロみたいなのが、こう、何個もこう重ねられるようになってる。カチャン、カチャン、カチャンって。で、その、これ、ほら、これだよって。そしたら黒人が、ああ、これ、俺も好きなんだよって言って、なんかこの、肛門にそれを突っ込むと、なんかこう、タブレット方式に、よくわかんないんだよ。取り外しか。これ何なの？僕がそういうのにさ、僕の脳みそでしか、生成できないから、具体的なものが出てこないんだよ。これ何なんだろうね。こう、ラムネみたいになってて、オセロのタブレットみたいになってて、なんか材質はゴムみたいのでできてんだけど、それをなんかどっかにはめると、その、すごい便利なんだよ、みたいな。あとは、なんか、これ言ってて意味あんの？これ言ってて意味あんの？あとはなんか、こう、なんかこう、羽みたいなのが、こう、バーって広がるんだけど、一個一個の、こう、バーって広がった、この羽の材質が、少しだけ、こう、触ったらわかる布の材質が違うの。
例えば、ツルツルのやつだったり、レーヨンみたいなやつだったり、あと、この、ホコリ取り機みたいなのさ、こう、ちょっと、ザザザザって毛羽立つやつあるじゃん。それ、材質が違うものをちょっとずつ触ることで、なんか、その、いろんなタッチができるみたいな。しかも、これ、落ちも何にもないんだよね。僕の夢だから。そのグッズを、こういうふうに車の中で黒人と一緒に、これ、そうなんだ。何これ。これ、だから、こう、フェザータッチみたいな、タッチの感覚を、その、少しずつ変わっていくのを確かめながら、なんかその、プレイをすることでね、なんかすごいんだよ、みたいなことをね、説明を受けて、そこで起きたんだよね。これで今の夢占いの人、僕の願望とか何がこれに隠されてんの？そこで起きたから、その3つの道具の、なんか、形状とかを、急いで、これ忘れないうちにメモっとこうと思って、バーってメモって、こう、赤ちゃんが2つついてて、液体を混ぜるやつと、なんかこう、タッチがいろいろ、布の材質によって、その、これをこう、触りながらなんかその、プレイをすると、すごいね、いいんだよって黒人が言ってたんだけどさ、あとこのなんか、オセロみたいなゴム状ので、こう取り外しができてて、こう、だるま落としみたいになってるやつで、なんか黒人が言うには、それはケツの穴に入れる、ケツの穴に入れるようなものらしいんだけど、そこで起きたんだよ、本当車の中で。だから、起承転結も何もねえんだわ。しかも、エルリカの黒人も僕の中では、全然記憶の中にコンスタントに出てくるような人間じゃないんだよ。本当たまたま出てきたのがその日だったっていう。今まで一回も何なら出てきてないよ。僕の夢に。なんでこの日に初夢の時に限って、この二人なんだっていう。別にその寝る前にそいつらのなんかを見たとかも何にもないんだよ。何にもないよな。もしかしたらたまたまこうタイムラインを見てる時にサブリミナル的に黒人とエルリカのツイートがもしかしたらスーって流れたとかあるかもしれないけど、何にもないのになんでそうなんだろうなと思って。よりによって初夢という大事なところで、なんでこいつらの夢見なきゃいけないんだよっていうさ、これが僕の初夢なんで、ほんとね、夢研究家の人、これがね、何を意味してるのかっていう。ここで終わったんだよ、しかも。ここで起きちゃったから。その、グッズをね、こう物色して、東急ハンズの袋からこう出しながら説明を受けてる時に終わっちゃったんだ。何なんだろうな、本当に。そんなこともあり。まあ、先にちょっとね、新春スペシャル企画として、まあ、すでにね、お伝えはしてるんですけど、もう日が迫ってきたんでね、明日、明後日、1月7日のですね、夜6時から、ファミコン芸人藤田の家で、いすみそハイスコアガールでおなじみのね、押切れんすけをお呼びしてね、で、ゲーム対決やったりさ、まあ、いろいろ話も、積もる話もあるわけじゃん。押切さんと僕と藤田だったらさ。だからそういうのもなんだかまだ何も決めてないんだけど、でも決めてないけど、やっぱりそうやって3人が集まれば何かしらのことは起こると思うし、やっぱこの3人を配信でできるっていうのは、そういう可能性秘めてるのはやっぱり僕じゃないかなと思うわけですよ。今、ノリに乗ってる2人ですから、ファミコン芸人藤田と言ってね、押切れんすけと言ったら、そして僕ね、で、ゲーム好きで、まあ、ほぼ同じ年代、1977年から押切さんは確か80年ぐらいかな？だけどさ、まあ、同世代としてね。で、何が起こるかわかんないけど、とりあえず、やっていきましょうと。僕優しいから、実は予算のね、サインもらってやろうと思ってんだよね。予算が押切れんすけに合わせろって言うけど、それは嫌だって言って、でもね、じゃあサインくれって言うから、分かった、じゃあ予算へもらってくるって言うから、配信上で何かで勝った時に、自分のサインはもらわずにだよ。僕、押切さんのサインなんて別にもらったこともないし、まあ、欲しいとも思わないけど、そこまでね。だけど、予算のためにもらってやろうと思ってんだよ。それも実はね、第一の条件として、まだ言ってないけど、配信上だったらもらえそうじゃん。だからね、もらってやろうと思ってますから。本当にもらえるかどうかも、ちょっと、その辺もご期待ください。だって予算死んじゃうもんね。いやー、ほんとね。人間いつ死ぬかわからんから。予算に限らず、ほんとだから、一期一会というかさ、最後かもしれないっていつでも思っといた方がいいよね。どんなにピンピンな人でも僕でもね。だからこそね、まあ、日々一日一日を楽しく生きたいっていうのは僕、まあ、いつも、それは別にいつに限らずいつものことだからね。僕はいつもそう思って生きてるわけ。だからやっぱね、オーストラリアも楽しみにしてるわけだから、これ死亡フラグじゃないからね、楽しみにしてるオーストラリアツアーですから、
まあ、毎回行く前に僕は不安になって、就活をしてから行ってるけど、この前の韓国も外側カウンターまで買ってさ、わざわざ。で、あっちで戦争が起こって、帰れなくなってね、その北朝鮮に捕まって、全然その歴史とかよくわかんないから、韓国のそのインチョンに行ったら北朝鮮に捕まる理由とかよくわかんないんだけど、なんかしら、回って北朝鮮に捕まってね、強制労働として、なんかこの時計台の下でさ、こう、ふんどし一丁でぐるんぐるんなんか回されるじゃん。回してそれが電力になって、僕たちのそのパワーが電力として使われるみたいな、そこまで想定してるんだからさ、海は絶対入んないから大丈夫。海絶対入んない。まずは7日の、6時にね、お待ちください。7日の6時。ファミコン芸人藤田の自宅から配信で、ハイスコアガールの押切れんすけをそこに呼ぶっていうですね、なかなかないスペシャル企画。これほんとね、大人が動いたらよっぽどのお金が動くような企画を0円でやっちゃいますから、大人が動いてないからね。どこにも大人を挟まないことで、そういうのがやっぱ大事だよね。大人を挟むと、もちろんいいこともたくさんありますけど、やっぱり、なかなかね、フットワークの軽さ、スピード面だったりとか、その辺なくなっちゃうから。まあ、それとね、まあ、ついでにおまけとして、最近やってるゲームの話いいですか。やっぱり僕って、話題になってるゲームっていうのが、やっぱりやっておかないとなっていうのが、そのタイミングでね、その時のタイミングでやっておきたいっていう気持ちがありまして、で、ただ僕の中でインディーゲームっていうのはさ、もう腐るほど出てるわけじゃん。そんなの片っ端からやってたらもうキリがないでしょ？インディーゲームは、ある程度リリースから時間が経ってて、なんか話題になってるなっていうゲームは、とりあえず手をつけてみようと。そんな中で今回手をつけたのがですね、グリスっていうゲーム。グリス？グリス？ GRIS っていうスイッチに出てて、1700円ぐらいのダウンロード専用のソフトなんだけど、なんかアクションゲームで女の子が主人公なの。もうね、なんだかわかんないんだよ。言葉もいらないし、日本語が出てくるところなんて、もうほんとね、一瞬だけ、日本語とかほぼ言葉もなくて、できるやつで、女の子が主人公なの。最初は声も出ないの。声も出ない状態で、なんか白黒の世界から、徐々にこう、色を取り戻していって、声を取り戻していって、で、最終的に何のこっちゃよくわからないけど、スタッフロールが流れて終わってっていうゲームなの。あれはね、でもね、僕の好みとはちょっと違うのかもしれないけど、もう、絵として美しいんだよね。なんだよ、わかんない。アニメなんだか、リアルなんだかの、ごっちゃの世界で、アートなんだか、なんだか、ようわからん世界を旅していくんだけど、もう、一瞬一瞬がね、ラッセンの絵みたいな感じの世界だったりとか、こう、ぼんやり水彩画みたいな感じだったりとか、おしゃれなやつ、おしゃれなやつ。おしゃれなんだけど、アクションゲーム単体で見たら、これ、ドットでやったら、何のこっちゃない、こういう感じのゲームなんだろうなっていうのはなんとなくわかんの。だけど謎解きも結構絶妙なところで、言葉をいらないところで、万国共通、世界共通で、誰でもプレイできて、絶妙な難易度になってて、で、美しさだから、これは、まあ、やってもいいんじゃないかなって僕は思った。グリス。おしゃれ優先の雰囲気ゲーだね、雰囲気ゲー。雰囲気ゲーだけど、謎解きの絶妙なラインだったりとか、まあ、描画とか、もう画面の美しさね。いちいち美しいから。もう、普通にマリオで言ったらさ、1の1のこう、最初のクリボーをジャンプして、次のハテナブロックをボーンってやるところあるじゃん。やってることはそれぐらいの程度の低いことなのに、画面がもう美しいんだよ。それやってるのに、もう、画面がこう、ぐーって縮まったりとか、とこう急にこう波紋が広がったりとか、あ、ワン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 とか、女の子が急に歌ったりとか、なんかこう、蝶々が飛んでて、そこに蝶々に乗って、ふわーんってこう次の場所に移動したりとか、光がバーンって出たりとか、あれ多分ね、なんかコカインとか、大麻とかやってる人が、あのゲームやりながら大麻とかやったらすごい気持ちよくなっちゃう系のゲーム。なんなんあれ 僕やったことないからわかんないけど、よくそういうのあるじゃん。そういう例えをされるゲームってあるじゃん。なんか、いえ、ようわからんけど、こうぐにゃぐにゃしててとか。の、あれはね、ぜひね、大麻とかやりながらね、プレイしてもらいたいですよ。大麻で合法の国に行って、ああいうの好きなんだよね、大麻とかやってる人って。なんなんだろうね、あれ。僕、本当に一回もやったことないからね、大麻とか。別にやろうと思えばさ、どっかアムステルダムとか行けばやれるわけでしょ、そういうのって。でも全く興味ないから、そういうの。そういうことでやって、なんかそれが癖になっちゃって、こっちの国内でやりたくなっちゃったら困るじゃん。
だから、なんならやりたい人はさ、アムステルダムに行ってね、スイッチ持って、グリスをやりながら、ああ、気持ちいいなーってなってくれればいいぐらいの、綺麗な世界。やってほしいわ、そういうの。オランダか。あ、カナダも、そうだ、カナダも合法になったんだよね。カナダにも行ってください。配信で、例えば、カナダに行って、じゃあ今から、マリファナやりますみたいなのって、例えばそれを YouTube に上げたらどうなるんだろうね。海外に行っても日本人は NG なんだ。じゃあ海外に、じゃあ、この人、この黒人さんが今からマリファナ吸うんで、今から感想をバーって言ってくださいって。で、隣に通訳のおばさんがいてさ、通訳のおばさんが、今、お花が見えます。お花が無限に花畑で広がっていって、その周りになんかこう、妖精たちが回っていますみたいなさ、ソニーのカンファレンスの通訳のおばさんみたいなやつにさ、立たせてやらせたら、それは別にいいんじゃないの。それやりたいね。カンファレンスのおばさんいいよね。帰ってきてから逮捕になるの？いや、僕どっちにしてもそういうの全然興味ないんだよ。だってそもそもタバコにすら興味ないんだからさ。日本人が海外でやる。でもさ、日本人が海外でカジノ行くのはセーフじゃん。僕たちもやってるし、全然僕それで捕まったりしないし。僕ちょっとわかんないんだよね。でも、さすがにカジノはセーフだよね。そもそも今日本でもカジノをやろうって言ってる状態なんだから。そもそもだけど、もう再来週には僕オーストラリアのカジノに行って勝負してくるんだからさ。じゃあなんでそういう薬物は NG なの？どういう差があるんだろうね。難しいね。いや、僕そういうのね、死ぬこともあるでしょ？だってそういうことやって。お酒すらほとんど飲まないのに、なんでいきなりそんなのやんなきゃいけないんだよ。僕の体がそれに敏感だったらどうすんの？いろいろあるからやんないわ。まあ、とにかくオーストラリアに行くために僕は今かなり高めてるんで、ね、じゃあ、ちょっととりあえず、もう今日はここで終わりにしますんで、まあ、今年もね、皆さん引き続きよろしくお願いします。